はい、1504回始めます。8月23日、水曜日になったところです。今4時半過ぎたぐらいですね、朝。ちょっと明るくなってきましたけど、まだ暗いですね。はい。これフロントローっていう、何なんでしょう。雑誌なんでしょうか、何なんでしょうか。ね、コロナ禍で増えたね、テレワーク。ね、これで自宅でね、テレワークなんかやってる人、私はしなかったんですけど、仕事柄。結構いたんですよね。私の身近でも結構いますよ、テレワーク。それで、その実績って何ていうのかな、作業実態を把握するため、監視するための新技術を導入する雇用者が増えてると。ね、ちゃんと家でテレワークちゃんとやってるかどうか、それを、監視するような新技術がどんどん発達して進んでると。ね、オーストラリアの保険会社、IAG がサボり疑惑のあった女性の勤務実態を調査するため、使ったのがキーボードを打った回数を監視できるテクノロジーっていうことでね、約18年勤務していたという女性ね、この保険会社に。自宅勤務していたここ数年で与えられたタスクが未達となる案件が目立つため、マネージャーが女性に指導を行うとともに勤務状況を調査。その結果、調査した49日中47日は就業開始時刻を守っていなかったことが分かったと。47日間、ほとんどじゃないかってね。49日のうち47日はね、就業開始時刻を守ってなかったね。で、49日のうち29日は就業終了時刻前にいなくなっていたと。わかるんですね。これキーボード、キーを打った、物理的に押した回数っていうのが出るような仕組みがあるみたいですね。わかるのは。で、1時間に平均54回しかキーが押されていなかったことがわかったと。いやー、18年真面目に勤めてきた女性ね。これ1時間平均54回は少ないべ、テレワークで。キーを押した回数。これは少ないよ。でね、就業開始も遅いし、ほとんど。で、早上がりもどんどんするし、みたいにね。いやー、ね、この数字を見せられた女性は、ね、このデータは信じられませんと。ね、仕事のスピードとかね、少し遅いことはありますが、仕事をしなかったってことはありませんと。たまには買い物に行ったりしたことはありますが、一日中ってことではありませんと答えたというが、働いていたことを示す証拠を提示することができなかったため、複数回の面談後に解雇となったと。で、この解雇された女性ね、不当解雇っていうことで訴えたんだけども、このデータが証拠になり、解雇は不合理ではなかったとして、まあ、女性側がね、訴え棄却されたっていうことで、まあ、ね、自宅勤務ね、これ、まあ、私、今回のコロナでテレワークなんていうのはやってないんですけども、それまで私、自宅勤務っていうのをやったことあるんですよ、少し。確かにね、一人で家っていうのはね、なかなかモチベーション上がれない。あと、私、自営業なんていうのもやってたんですけど、自営業ね、一人親方、一人社長みたいな、まあ、一人じゃないかな、ちょっと一応会社にしてね、やってたことあるんですけど、何人か雇ってね、まあ、ね、結構大変なのよ、モチベーションっていうのがね。で、自分で仕事するなんて言ってね、かっこいいんだけども、いろんな時間管理とかね、お金の管理とかね、自由になるもんだから、やっぱりね、だれたりするんですよね、で大変。テレワークもそうだと思うよ。常にね、つながってて、ネットでつながってて、上司とか誰かがね、常にお互いの顔が見えるような状態だったらまだしも、一人で何か打ち込むような作業とかね、そういう作業ベースのような仕事だとすると、やっぱりね、始業開始時刻ちょっと遅れて、1日遅れちゃうとまた2日目も遅れてみたりね、ああ、もういいや、3日目も遅れてみたいな感じで遅れるし、で上がるのだけは早くなっちゃうみたいなね、この情勢みたいな感じで。まあ気持ちは分からんでもない。大変なの、モチベーション。テレワーク、こうやってね、技術の進歩とともにね、1時間に何回キーボードを打ったかなんていう、そういうデータまで出されちゃうっていうね、この恐ろしい世の中。もうサボることもできねえよってことでね。はい。まあテレワークの皆さんね、大変だと思う。モチベーションなかなか。今コロナ明けてね、だいぶ、
テレワークも減ってきてるみたいね。やっぱり出社してって言ってる会社の方が多いみたいですよ。うん、どうも。なんで、まあテレワークの方ね、今もね、ただあと仕事、なんていうか、いろんな環境、自分の置かれてる状況で、自宅でテレワークじゃないとやりづらいみたいなね、いう環境の人もいると思うんですけども、そういう人たちはまあ、ね、そういうの大事ですから、本当、離れてるっていうのはね、顔を合わせてる時よりもやっぱり信用第一になるんでね、信用できないでね、離れてるっていう、それ自体がね、恋人同士と一緒ですよ。やっぱり顔を合わせて、一緒に近くにいて、うん、至近距離にいるっていうのと、まあ遠距離恋愛とかね、離れ離れで、ネット上で話すのと違いますから、直に話すのと。それって一緒でね、やっぱりね、距離感離れちゃうと心も離れるみたいなのあるんでね、テレワークの方々、ね、大変だと思うけど、モチベーション。なんとかサボれないように、もしかしたら上司にバレバレかもしれないんでね、その辺気をつけてやってくださいってことです。私は、まあ、体張って、うん、職場に通って頑張りますんで、はい、ということで1504回終わりにしたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。失礼します。